対世界とか対グローバルマーケットって考えるとどんどん取り残されてくるんじゃないかなっていう、後世にも残るリーダーシップもしくは世界で戦える会社を作ることにコミットをしたい。ペアに挑戦できる未来を作る国内シェアナンバーワン、日本初の株式型投資クラウドファンディング、ファンディーノ様の提供でお送りします。はい、本日も企業のリアルということで、今回は VC 編という形で VC の、グロービスキャピタルパートナーズの今野稔さんをお呼びしてお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。司会の牧原と平野真奈です。よろしくお願いします。はい、では早速伺っていきたいと思うんですが、簡単に最初自己紹介お願いします。はい、グロービスキャピタルの今野と申します。代表パート4人の代表パートナーの3人かの代表パートナーの1人ですけれども、2006年7月からこの会社に入って今18年目になりますね。これから、727億円の大きなファンドを立ち上げられたということ で、かなり国内でもすごい大きいファンドになっていらっしゃるかなと思うんですが、727億円以上の成果を出していくってところで、どういった投資方針なのかっていうところについても教えてください。はい、まず前提として、今回7号ファンドなわけですけど、実は5号ファンドぐらいまではだいたい平均200億ぐらいだったんですね。で、6号ファンドで400億に1回して、今回727なわけですけど、そういう意味で言うと、その1回400にするときに一つの内部的な意思決定があって、それは何かというと、日本はマザーズ市場という おそらく世界で最も上場しやすい資本市場を投資さんが提供してくれているんで、ベンチャー企業が上場、スタートアップを上場する、でその時に売るということだけであれば、結構実はリターンは出しやすい、多分他の国が、なんですけど、やっぱりその小さく上場してしまうと、その後に成長が一般的には結構しんどくなるし、それはファイナンスがなかなかできないっていうのもあるし、でじゃあはたと見て、自分たちが投資させていただいた会社の数年後に、じゃあ M3 みたいな会社ができてるかって、時間の問題かもしれないですけど、まだない中で、反省を込めて言うと、それって資本市場にリスクを押し付けてるだけじゃないかという反省があります。上場はした、そこで売る、でもその後しんどい会社が結構出るみたいな話で、それってじゃあ個別最適すぎるか、もっと覚悟を持って会社を大きく、当時ユニコーンだったかな、ユニコーンをもっと作れるようにしたいねっていう話があって、でもう一個が、もうちょっとその場の話で言うと、メルカリとスマニューと、あと何ですか、ヤプリとかアカツキとか同じファンドから投資してる時にもっと出せたんですよね、結果として。だからそういう会社を見つけたり作れたりすると、もっと出せるはずだっていう話で、もっとマニアックに言うと、そのファンドのサイズによって基本的に1社に投資できる金額って制約を受けます。何パーセントまでと、そうすると大きく投資したければ全体を大きくするっていうのもあるしっていうので、一回用意してみました。ただそこもすごく実は内容的に工夫していて、一部のお金は使ってもフィーをいただかずに、使っても使わなくてもいいような400のうちの1、それでやってみたら、むしろ今までよりうまくいきそうな感覚、まだ結果出てないんですけど、うまくいきそうな感覚になったんで、もう少し増やせるんじゃないかっていうことで、もう少しと言いながらかなりジャンプアップしましたけど、727億にしました。なので実はファンドを、投資戦略的な話で言うと、ファンドを大きくしたからといって投資者数を増やすつもりはないんです。だいたい35社から40社ぐらいで、1社に対する投資金額を増やそう、でそれはさっき言った後世にも残るリーダーシップ、もしくは世界で戦える会社を作ることにコミットをしたいということなんで、追加かといって1回目ボーンと出せるんだけど、追加投資で1社に対して厚くフォローして、だから実績でいうと、多分一番出したのは65億ぐらいでしょ、1社に対して何回かに分けて。だから投資戦略っていう意味では、アロケーション戦略でいうとそんな。我々は当初からですけど、基本的には日本、もしくはそれに関する範囲にフォーカスをしてるんで、まだこのファンドでは海外投資は基本的にはやらない。ただ日本人が海外でやるとか、日本人が海外を目指すとか、海外にいる日本人がやるとか、そういう日本アングルっていうのがあれば対象ですけどっていう感じです。さらに言うと、この727の一部も使ってもいい、使っても使わなくてもいい、そのバッファーだったり、過去ファンドの投資先に投資ができるっていうのを、これ本当はあまりそのコンフリクトがあるというふうに言われたりするんで、飲まれないんですけども、極めて厳格な内部規定を持って、クロスするっていうことを、一部のバジェットでは持ってるんで、だから、体感400から一気に700、ボーンと増えたでも、自分たちで感覚550ぐらい増えたっていうぐらいですかね、550、600ぐらい。それは
市場の成長分ぐらいなんでマネージできるかなっていう。今お話しいただく中で727億円ですごい大きなファンドを運営されていた中で、結構領域とかその投資の仕方みたいなところが変わっていらっしゃるのかなと思ったんですが、その領域とか注力しているところなど教えていただければと。基本的には従来通り B 向け C 向けのソフトウェアというか、 B 向けのソフトウェアだったり C 向けのコンシューマーインターネットっていう、こう中心領域は変わらないですね。でただこれはファンド作ったからというわけじゃなくて、世の中的な流れとして機会として見てるのはやっぱりディープテックを見始めたとか、まあ、一部 Web3 見始めたとか、それは別にこのファンドに限らず前のファンドでも投資テーマってそのニーズに応じて変遷していくから、同じようにっていう意味で今言うとすると、まあディープテックだとか Web3 が新しい領域、あとは既存の領域の中で、まあ、例えばそのホリゾンタルサースの次バーティカルサースが来て、じゃあもしかしたら次はちょっと切り方違うけど Gen AI 関連のソフトウェアかもしれないし、そういう変化はあるかもしれないですけど、基本的には大きくはそんなに変えてもいない。それも日本のスタートアップマーケットの成長に合わせた、もしくは成長をドライブするために拡張したっていう感じなんで、なんか違うことをやるために大きくしたっていうわけでは実はあんまりない。産業面とかチーム面でも結構変わりはありましたか、大きくなったことによって。これも大きくなったからというわけではなく、それぞれパラで同じタイミングが来てるんですけど、一つはその投資後の支援特化部隊 GCPX って10倍成長を願ってやってるところは、主に採用組織にフォーカスをしているチームを3年、もう5年ぐらいなのかな、人数はそんなに5名でやってますけど作りました、ね。でそれからそうですね、ファンド大きくなって人も成長して、いい意味で人が辞めない組織になってきてるんで、若いキャピタリストに来ていただける余力ができたから、結構そこはかなりダイバーシファイさせてますね。年齢、性別、領域みたいなバックグラウンドみたいなのは、そう、うちファーム全体で女性比率 42% もいる。あ、そうなんですね。キャピタリストで3人いるのかな、今。15分の、キャピタリストは一番比率少ない。で、X は女性の方が多い。で、バックオフィスはほぼ女性。全体で42、3%いて。結構ダイバーシファイは、まあ、そのディシプリンとしても含めてダイバーシファイさせているっていうのは一つ。あとはちょっとアドミを強化しないと、4、5、6、7って4本今並行してるんで、マンパワー足んないっていうのがあるんで、まあ、そういう範囲での組織は大きくしてる。ファンド その金額に対する考え方はさっきお聞きしたんですけど、まあ、一つの観点としてそのユニコーン以上の上場の発生頻度を今後どうなっていくかっていう議論も当然自治内であったのかなと思うんですけど、それはどういうふうに見られてますか。これ両面あって、その理論上どのぐらい出るのかっていう話と、ちゃんとやったらこういう会社もユニコーンになってたはずだよねとか、ちゃんとやったってもっとお金を出せたらっていうのもあるから、なかなか算出は難しいとは思いますけど、というのは例えばその資金があったら MA してたかもとか、資金があったら上場する前に海外展開したかもとか、資金があったら上場する前に2つ目の事業を仕込んでたかもっていうと、こう時間は不可逆だけど、そこにお金なり人がいたら今と全然違う姿になっているケースがあるから、そういう意味で言うとその想定分母も今より全然大きいし、大きくすべきっていうのはあると思いますよね。で一方で当然ながら、例えばバーティカルサースっていうインダストリーサースって、インダストリーに勝つしかプレイヤーいないはずだから、マックスとか、それとそこだけで取ると2、30社だろうねみたいな話は当然あって、まあ、それは何年で出てくる。でもやっぱりね、どんな時も年間 3社5社毎年出るみたいな世界にしていかないと、対世界とか対グローバルマーケットって考えると、どんどん取り残されてくるんじゃないかなっていう危機感の方が強いかもしれない。なるほど。あ、じゃあ将来的には年間3社5社ぐらいのユニコーン上場っていうのが、まあ、状態形成状態にあって、そのうちの3分の1が 1,2 社がうちから出ててみたいな状態が目指すべきじゃないかなって。なるほど。そういうシミュレーション。実は727億を投資家からの期待リターン何倍で計算して、それをどういう構成でうちの投資先の時価総額とそこのシェアとっていうの結構試算したりすると、はい、5社ぐらいはそういう2000億以上がないと多分このファンドを回せない。そうですよね、そのぐらいですね。でもちろん4000億の会社が出れば2社分になるんでホームラン打てば、大ホームラン打てば、端的に言うと簡単に2000億の会社のリードを、上場時2000億の会社のリードを5社ないと、多分2000が5社、うん、ビジョナル級が5社、うん、っていうことだ。なるほど。上場時っていう、なんか
そうなってくるとホームラン級を打たなきゃいけないっていう風になるじゃないですか。そうするとなんかこう活動としてもどういう風に変えていこうかみたいな戦略があると思うんですけど、なんか可能な範囲でどういう風に変えていくみたいなことですか。それはすごいグッドポイントで、そうなんですよ。結局こうアメリカの歴史もそうで、本当にファンドリターンだけっていうかに執着すればホームランだけを狙いに行けばいいみたいな、多分あると思うんですよね。なんですけど、ホームランはヒットの延長線上だと考える人と、ホームランはホームランの打ち方は別なんだって方と、まあ両方あるじゃないですか。というのと、やっぱりそれだけ選んでその人しか合わないとか、そこだけしかしないと、エコシステムの中ではマインドシェアが落ちていくから、そういう意味では結論からするとあまり変えてないんですね。たださっきのご質問にちょっと近いんで、うちの組織をダイバーシファイさせることによって、そういう人、そういうこう若い人たちとか、ヒットの延長線上にホームランがある人たちを探す人と、武蔵からホームラン狙いのシリアルアントレプレーナーみたいな人にこう向き合う人とっていうのは、組織のフォーメーションをダイバーシファイすればいろんな人に向き合えるんじゃないかなっていうのは、使いたいと思うか、もしそのユーザーとした時に使いたいと思うかっていうことをすごい大事にして、結局その後まさに行動変容しないと何も意味ないですよ、僕らがその会議に出てる意味があるの。ファンドアなら資本政策の作成も、投資家とのやり取りの管理や書類提出も、増資登記まで対応、準備から完了まで資金調達はファンドアで。